はい、今日のお話は、私、なんとビットコインを買い増ししましたよ。あのね、青汁王子がダメだって言っていた青汁王子がね、ビットフライヤー口座を凍結されたっていう動画を見ましたよ。で、私は青汁王子のことは別に嫌いじゃないですよ、あの人。ね。だけどあの人凍結されてやって、何億かが凍結されたって何百円だったんですね。そうなんですよ。あれを見て私もそうだそうだ、私もビットフライヤーの口座があったと思って、ね、本当にね、1万円ぐらいなんかその時も2年か3年ほったらかしちゃって、なんとそれが3倍ぐらいです。3万5千円ぐらいになってるんですよ。驚きですよね。で、ここからが一大事。それを復活させようと思って、何のことじゃない携帯を私変えてるんですよ、その保証のやつで。だから動かないんですよ。でね、その当時は簡単に口座開設みたいなビットフライヤーができたのが、今、本人確認の書類を送ったり確認したり、もうなあ、もうこれがややこしい、大変大変大変で、まあ、なんとかね、もう途中でもうやめたとか、もう、いろいろなことがあってやめた、とにかくできるようになりましたよ。ね、やれるところからね、またね、急に値上がりしだしてね、これ、買えってことかなと思って、本当になんで、ちょっとね、5000円、要は株やったから、このやる工程を1回、自分で紐付けした口座から送ったり、そういうことをやってみないといけないんで、やりました。で、買ってすぐ反映されるんですね。ねえ、まあ、ただそんだけの話ですけど、これで、ね、株も買った、ビットコインも買った、もう、これは、もう、れっきとした投資家なんで、ね、私も、立派なもんですわ。だから、そういう動画を撮れれば、株のこととも語れるし、ビットコインのことも語れるっていう、そういう、なんかそういうことですわ。え？ ええじゃねえ。ええじゃなくて。そうだよね。そうだよね。そうだそうだって言っておりますね。なかなかの感じですね。いいね、これ。なんかこの感じが猫っぽくっていいですね。何がいいんだ。ねえ。